にちは、クードの山田チャンネルです。こんにちは先輩。はい、今回初のですね、企業案件いただいております。はい、クードの山田チャンネル2年目にして初の企業案件です。で今回ですね、ユーフィットリリーサーを紹介してほしいという、連絡をいただいてます。これね、あ、これです、これです。でプロ卓球選手の、ね、水谷選手だったりとか、クライマーの七崎選手も使われてるね、名だたるアスリートが利用されてるすごいやつ。これイオンさんね。あ、お母さんも違うんですか。そうそう、これ一応ね、小足の反面あの直しの治療家として活動やってます。そうよく使うんやけど、はいはいはい、これイオンさん、これね、あんま軽すぎたらこの押し当てる力っていうのがいるんで、はい、力がパワーがいるし、重さでこう重すぎてるとこう持つのが持ちにくいから、そうなかなかいい重さ。最近ね、だいぶね疲れも溜まってるんで、早速、で結構このやっぱりこのなんていうかハイボルトのこの動くやつね、流行ってるけど、パワーが弱いのが多い。ああ、押し当てたら止まっちゃったりとかね、ありますね。押すと止まってしまうね、パワーがない。あとこれはだからその回転数がいくら1600から3000 RPM、ね、それがいいのか。あとね、ごめんね、ストロークね、この長さっていうのが、はい、結構重要なの。これ素晴らしい、お、何が素晴らしいかっつったら、はい、一発でスイッチ入る。え、どういうことですか。これ普通なかなか入らへんのが多い。で感度が悪い、ここがね、スイッチ入れるの難しいやつが多いんよ、めちゃくちゃ。ああ、はい、スイッチがここのとこで一箇所でバーチッと入るの、こんなことない。はい、4段階。これね、特にね、格闘技やってる人間で、大手の人間はね、拳握るから、前腕の疲れっていうのが取れへんのよね。そうですね。パンチ打つ、手放すほど。でもここね、やっぱりこの肘の痛みってここやから、このシャークスに。あと握力系のね、この手のひら。あと肩ね、僧帽筋、これやっぱ格闘家みんなあのなんていう、首相撲やったりとか、パンチ打つから、これ4、もう最大からいくか。うわ脳みそまで揺れるぐらい。これはあとから壊しね。あ、めっちゃ気持ちいいです。背骨の脊柱起立筋。あとね、このやっぱりカットが蹴りを蹴るから、電気、中電気、お尻の横に。これまあめちゃくちゃいい。これは気持ちいいです。これいいよね。これはいいですね。これでも格闘技やってる人間って、はい、まあ練習用するけど、そのケアがなかなかできないんだよ。そうですね。治療院行ったりとか、はい、マッサージ受けに行くんってそんな頻繁にいかない。そうなんですよ。けどやっぱり家帰ってこのやっぱり握力とね、このやっぱり何この上腕は、前腕、はい、ここのはなかなか取れへん、やってくれる。でもこれ一発よ。やっぱりね、はい、ケアってやっぱ毎日せなあかんからね。これ毎日やったんですか。そう、いや毎日そのまあ有酸調節しながらやったらいいんやけど、やっぱりその日その日にリセットしていかんと、溜まっていくとケガにつながるから、うん、特に格闘技系はイレギュラーな動きが多いから。そうですね、アドリブが多いんで、そう、上とみたいにこう同じフォームじゃなくてってなるから、その時にやっぱりどっかが張ってると大怪我する。なるほど。なんかまあピンポイントね、指のこめっちゃ気持ちいいでしょ、もうだからもうこれ深いところ、このお尻の、梨状筋、筋肉が太いところですね。そう、梨状筋ってところね。ああ、すごい、これはこれだからいわゆるなあのなんや、座骨神経痛。あ、座骨神経痛、座骨神経痛に効く。これすごいっすね。
ちょっとしてほしいんですけど、いいですか今ちょっと待って。おぉ3度。あ、いいですね。結構きますね。結構きます。ちょっと気になっちゃった。重さ感じないですよね、こうやって持った感じは。うん、そのバランスが取れてるからなんでしょうね。そう。うん。価格とかこれは、の電池なくなって、動かないところでマッチ。ない。ない。指と、すいません。本当申し訳ない。そこでちょうど部品が。今、案件ですからね。ちょっと案件ですからね。振りやすい、振りやすい。ああ、いやいや、違う、皆さん。振りやすい。今、案件ですから。ありがとうございます。そうです。はい。皆さんここだけ NG にしていただいて全然構いませんの、はい、はい。で、今回ユビットさんからのご好意で、うん、動画からアクセスしていただきますと、うん、5% 引きのクーポンを用意していただいております、どこで買えるの？ここからアクセス、URL下に概要欄に貼ってあります。もし興味があればぜひ、通話者の5数千円ぜひ試してみてください。以上です。ありがとうございました。